と渡部のさ、今のコラボのやつあるやん。コラボのさ、なんだっけ、なんか渡部の肉が食べれるやつ、コラボ、渡部リノだ、渡部リノ。え、みこも行きたい、みこも渡部食べたい渡部食べたいんですけども。え、みこジンギスカンでも食べたことあるんだ、修学旅行の時に。修学旅行の時の話するわ。なんか、みこ高校の時に修学旅行、女子校なんだけど、行ったんですよ。で、修学旅行どこに行ったかっていうと、北海道に行ったの、北海道に。そうそうそう。で、その、バーチャル北海道に行ったんだけど、その時になんか、今日はジンギスカンを食べましたなんで、バスに乗って、そのジンギスカンが食べれる、でっかい会場みたいな。でっかい会場に行ったの。でもう、わ、楽しみだなーとか言ってさ。で、夜になって、じゃあ食べますよーつってさ、みんなそれぞれでっかいね、なんか机のところに、まあ半ずつ座って、まあクラスずつかな。そう、もうなんか、晩餐みたいな。すごいさ、最後の晩餐みたいな、なんか、そんな感じのね、でっかい机。ジンギスカン焼く機械みたいのがあるじゃん。山になってるさ、なんかジンギスカンの肉焼き器みたいなやつ。あれで焼いたのも初めてだったからさ、すげえこんな感じ焼くんだと思って。めっちゃ美味しかったよ、わため。まだその時は知り合ってなかったけどさ、わためとは。めっちゃうまいね、みたいな。もうクラスの女子たちとキャッキャしてたもん。え、写真撮ろうぜっつって。まさか、まさかね、同僚になるとは思わんかったよね。こんな形でさ。ね、巡り巡って、生きてる渡部と、ねえ、こうやって一緒に活動するとは。でももう味知っちゃってるからさ。味知っちゃってるからね。いつか食べないとな。